画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。ということで、今回は、ですね、まあ先日の生放送で、ちょっとね、4スコの可能性っていうのを見つけてしまったんですよ、僕。なんで、まあ今回はこの、強化バッジが入った M1A1 カービンに、4倍スコープをつけてやっていきたいと思うんですけど、どれぐらいね、じゃあ実際この4スコ AR が強いかっていうと、まあこれ、SR のね、カービンですね、単発で、半自動スナイパーライフル、ケツより上に2ショット切るっていう、まあ SR なんですけど、この SR がどんな感じかっていうと、まあまず4スコ構えるのがこんな感じで、もう連射したらもうとんでもないブレじゃないですか。ところがどっこいですよ。ところがどっこい、このカービンじゃなくてですよ、このカービンじゃなくてですよ、 M1A1 カービンを使ってみると、この速さね、まずね、まずこの速さ、あの AR 構えるの速くなったんで、 ADS が、なんでまずこの速さ、まあ一応クイックドローもつけてるか、クイックドローもつけてるけど、まあ4スコ、この速さです、構えんの。でですよ、いきますよ。わかります？このブレのなさ。この連射速度で、このブレのなさ。いやもう、カービン誰が使うんだよ。画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。ということで、今回は先日のアップデートで強化された発射レートが速くなった M1A1 カービンですね。まあ結局は自分の人差し指じゃなくて、まあ僕の場合は薬指で指切りしてるんですけど、まあそのレートがとにかく上がったらしいので、そいつをちょっと頑張って使っていきたいなっていうのと、あとですね、まあこの気持ち、まあ今回この4スコをねつけてきてるんですよ、皆さん。まあ一目見れば分かったと思うんですけど、でまあ、この4スコがね、すごい面白くてですね、まあ今やられちゃったんだけどさ、結構さ、SR よりワンチャン強いんじゃねえかみたいな。ていうか、なんか4スコってこんなにブレなかったっけみたいな。そんな感じに、今、違う、手前にいる、手前にいる、危な。今、僕の中で話題になってて、僕の中だけなんですけど、この4スコがワンチャン強いんじゃねえかみたいな。あ、ここ、いるね。これ、下にもいるんですよ、これ多分。で、うんこしましたね、今ね。いいんですよね。まあとにかくね、結局3発キルというところには変わりはないので、ただこのブレのなさなんですよ。このブレのなさなんですよ。4スコつけてて、まあグリップもつけてるんで厳密にどうかとは言えないんですけど、国民突撃銃がね、マジでブレなかったんだよね、4スコ国民突撃銃が。この前の配信中に今拾ったんだけど、それがマジでブレなかったんで、ちょっとありなんじゃねえかなと思って、この M1 4スコなんで、ちょっと今回やってみるんだけど、オッケー、もう近距離は腰ダメですね。近距離は腰ダメ。あ、後ろにいたんか今。あ、どっちから顔出す？オッケー。まあ2発当てちゃえばこっちのもんですね。2発当てるまでが至難の技。こう3発当てなきゃいけないんで、1発で深追いするのは良くないね。2発当てたら深追い OK って感じかな、俺の中では。あ、別のやつにやられたな。オッケーオッケーオッケー。いやでもブレねえんだよな、マジで。4スコなんすよ。これ4スコっすよ、4スコ。だもうちょいブレてもいいイメージじゃない？特に PUBG なんかやってるとさ。けどこのブレのなさなんすよね。当たりましたね、それね。オッケー。まあね、もう中距離、遠距離はマジで強いから。本当にお墨付き。本当にお墨付き。課題は近距離なんで、そこさえ乗り切れば、うまくハンドガンに切り替えたりしてね。そこさえ乗り切れば、マジでおすすめ。いたよな、今。別のやつにやられたな。オッケー、こいつはやって、あっちから来るんじゃん。オッケー。いやー、強くない本当に。俺、結構もう気に入っちゃってるんだけど、この4スコ M1A1 カービン。マジ気に入ってんだけど。あー、そっちから来るんかい、結局。あれ、ここにいると思ったんだけどな。おー、よくそんなとこにくぼみスイッチ。くぼみスイッチだったね、完全に。全然気づかなかった。スキマスイッチ最近歌ってねえな。なんかどうでもいい話だけど。どうでもいい話だけど。スキマスイッチ最近歌ってないですね。スキマスイッチが何の曲を歌ってたかも、あんまり覚えてねえな。敵の偵察機を加速。スキマスイッチはでも声が特徴的ですよね。つまずいて転んでたら置いてかれんだみたいな。それちょっと今ポルノっぽくなっちゃったんだけどさ。さすがにちょっと今のは、スキマスイッチのクセっ気ではなかったんだけど、この4スコが、んー、どこ ?4 スコが、4スコがパッと構えられるの好きなんだけど、俺。わかる？この感じ。パッとさ、パッと構えられるの。クイックドローつけてるんだけど、クイックドロー4スコね、マジ構えの早いんで、パッていく。
パッといくから、いやマジで強いんだよな。今回のアップデートでそもそも ADS、移行速度が上がったっていうのもあって、まあ SMG が特に一番こう ADS 走った後の ADS も速くなったんで、まあ強くなったとは言いつつも AR もねもちろん上がってるんで、キルタイム自体はやっぱ上がってるんですよ。なんで単発銃、まあ軒並み強化パッチが入ったんですけど、これはマジで来るんじゃねえかなっていう、ワンチャンね、ワンチャン、全然ワンチャンだけど、やっぱり扱いにくさっていうのあるからね、どうしても。当たるかな、これ。当たらないよね。待った、今目の前にいたぞ。なんで撃たなかったの、むしろよくあれだったね。むしろよくあれだったね。あっ、何それ、絶対。とんでも、ま、とんでもねえやつだな、お前。俺もうんこして。うわ、あれに打ち勝つ、LMG じゃなくて SR だったわ。SR に打ち勝っていく、いたな、今。いなかったわ。OK。 いや強くないか、マジでマジで強いと思うんだけど、4スコ、これ4スコ本当におすすめ、一回使ってみて。国民突撃銃もブレが、エイムがやばいね今の。国民突撃銃もブレがないから個人的にはおすすめなんだけど、マジでね、こうブレがない武器に、ブレがない AR に4スコマジでおすすめ、ぜひ使ってみてくれ。ほんまにほんまに面白いから、これなんかね AR って感じがするんだよね。まあもう半分 SR 食えるんだけど、この子とかは。なんかほんと AR 使ってるわ俺っていう感じがすげえして。めっちゃ好き。てか2位が16位なんだけどさ、俺がすげえ足踏みしてっからさっさと終わらせようぜ。この戦いよ。これまでの戦い、あのね、今のはね、2発キルのあれじゃないから1発。なるほどね。まあやっぱりこの3発キルっていう、まあネックな点はどうしてもね、あるんだけども、だけどもですよ。まあね、僕みたいに薬指鍛えてれば、まあ連射速度でも負けないと思うんで、ぜひね、皆さん一回使ってみていかがでしょうか。強化バッジが入って、本当に最高発射レート自体が上がってるし、まあ何よりもこの4スコ、本当に4スコで一回みんなに試してほしい。AR4 スコ。ぜひ皆さんやってみてはいかがでしょうか。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。小手さんでした。お疲れ様です。おつま。で扉を開けて、でまずは女の子から、ちょっと待って、女の子から、あー、いい顔してますね。女の子から解放していくと、素晴らしい。で入られてるよ、大丈夫、これ死んじゃわない、俺生きちゃー